夏のニセコアンヌプリニセコアンヌプリから眺めた岩尾ヌプリニセコは北海道尻り市総合振興局の岩内郡、岩内町、岩内郡共和町、アブタ郡クッチャン町、アブタ郡ニセコ町、イソヤ郡ランコ市町からなる山岳丘陵地域の総称。この五町のうち外国人を含む観光客の間で特に人気が高い山町がニセコ観光圏と称されることもある。 クッチャン町とニセコ町が観光の中心となっており、ニセコアンヌプリ周辺は、ニセコシャコタゴたる海岸国定公園に指定されている。北海道遺産には、スキーとニセコ連邦が選定されている。シリベ別川は、シズル日本一に認定されたことがあり、ケやサーモンが登る川でもある。域内の五町すべてが、特別豪雪地帯に指定されている。ニセコは、 アイヌ語のニセコアンペツに由来する。この川とは、地区の正面にそびえるニセコ連邦に源を発して、南に流れ、シリベ別川に合流するニセコアンペツ川のことで、ニセコアンペツの水源である山は、アイヌ語で山を意味するヌプリの語を付け、ニセコアンヌプリとされた。明治期に北海道の開拓が始まって、以降、現在のニセコ町付近は、 南のマッカリ村との境を流れるマッカリ別川に由来するカリブトの地名で呼ばれていたが、昭和39年に地区の正面にそびえるニセコアンヌプリにちなみ、ニセコに改名された。数年間効率をと地として、夏には登山、トレッキングサイクリングカヌーや、ラフティングゴルフ、乗馬、釣り、気球、ピュアドッグランなどのアウトドアスポーツを楽しむことができ、パウダースノーとなる冬には、 スキースノーボードなどのウィンタースポーツを楽しむことができる。また、ガラスや革細工などのクラフトや、アイスクリームや、チーズなどの食品加工体験も充実している。ニセコ観光で古くから親しまれてきたのが、スキーと温泉であり、東洋のサンモリッツとも言われている。これは、秩父宮洋人親新能が視察で、北海道を訪問された際に、 ニセコ県域でスキーと温泉を楽しんだことを伝えた新聞記事の見出しに橋を発している。ニセコ温泉郷は各施設が独自に泉源を有しており、塩化物泉、炭酸水素塩泉、硫酸塩泉、アルカリ性温泉、流行泉、単純温泉、酸性泉など種類が豊富なことが特徴になっている。1990年代半ばに訪れたオーストラリア人が ニセコのスキー環境や自然環境に魅せられて移住し、新たに夏場のアクティビティを考案し紹介するなどの口コミによって2000年代初めからオーストラリア人観光客が増え始めた。2001年にアメリカ同時多発テロ事件が発生し、欧米への航空旅行が不安視される中で飛行時間や時差が比較的少なく移住してきた人々による受け入れ体制があった。 ニセコ地域が大体地として注目されたことも観光客増加の要因に挙げられる。平府地区を中心にオーストラリア資本によるマンションやコンドミニアムなどの不動産開発が進み、クッチャン町アザ山田が2006年から3年連続で住宅地の地価上昇率全国1位になった。また、アジア地域からも注目されており、 中華人民共和国やマレーシア資本による開発も進んでいる。くっちゃん駅ニセコ駅道の駅ニセコビュープラザ、北海道新幹線の札幌方面延伸時には、くっちゃん駅が開業する予定である。ありがとうございます。